はい話題チャンネル話題で,ですいつも思うのですけどワイドショーなる番組に出てる人や作ってる人っていうのがその番組がどういう社会的影響を及ぼすかっていうことに関して僕は非常に自覚がないと思ってます。昔から言われてることの中に自殺報道が自殺を増やすとカリフォルニア大学サンジ校のフィリップスっていう先生が 問題にしていることですけどニューヨークタイムズの一面に自殺を報じるだとかテレビとかで自殺を報じると翌日に自殺が増えるとこれはどういうことかっていうとびっくりされるかもしれないけど世の中の人の100人に1人ぐらいは今現時点で死にたいと思ってるんですねつまりうつ病の人が人口の3%ぐらいいてその中で死にたいと思ってる人っていうのが2,3割いると で、本当に自殺未遂までやっちゃう人がそのうちの10分の1ぐらいいるとかって言われているわけですよ。死にたいと思っている人にとってみると、人が自殺したっていうニュースを見ると、それで結婚に至ってしまうっていう危険が非常に多いから、まあ、自殺報道に関しては、国連とか WHO とかがガイドラインを出しているわけですが、日本のワイドショーはほとんど、まあ、それを守っていない。 これはまあ、前も話したかもしれないことですけど、自殺報道のガイドラインの中で一つ重要視されているものに、死に方を報じてはいけないと。死にたいと思っている人がそれを真似をするということですね。自殺に限らず言われることの中に、犯罪報道も犯罪を誘発してるんじゃないかと。いろんな犯罪報道が流れてきて、 しかもそのやり方まで教えてしまうとね、そのやり方を見た人たちが、いや、俺もやれるかもとか、特に今お金がなくてすごい苦しい人とか、手口を教えてもらうと犯罪に走ってしまう。ということは、前から指摘されていることで、 それに関してマスコミが無自覚ななんんじゃないかと思うんですね、まあ、実際このルフィ関係絡みのことでさえ長い間話しがいにされてたわけですし実行犯の人たちでもやっぱり逮捕されてる人って一握りだと思うんですねそれ考えた時に意外に捕まんないもんだなって思わせてしまうのも非常に危険だし犯行の手口を教えちゃったら真似するやつが出てくるのは当然の話でそういう意味ではマスコミって ってね、これ以上怒らないためにとか、みんなが気をつけて自分の家の警備を十分にしようとかっていう風に報じる分には確かに社会性はあるわけだけど、興味本位で事件報道をするってことは、やっぱり事件を誘発してしまう。このことを知っておいてほしいと思うし、真似をしたやつが強盗に入ってその被害者になる人だとか、 下手すると殺される人は浮かばれないと思うんですよ。知る権利ってあるかもしれないけど、興味本位ってことであれば、知る権利よりも真似をさせない。少なくとも手口なんで絶対教えるべきじゃない。まあおそらく和田秀樹チャンネルなんで見てないでしょうけども、やっぱ手口を教えちゃいけないということだけは心してほしいと思いますし、視聴者の人たちも、テレビってね、実は抗議に弱いんですよ。 こんな手口を教えちゃったら真似して強盗が増えたらどうするんだっていう講義がいっぱい来るとですね、急にやめますから、ぜひ、えー、皆さんもそういうことにご協力いただければと思います。えー、和田秀樹チャンネル、和田秀樹でした。